イエローマンがアドビ、ガラクタアニメーターで作ってみた。お月様の風景を作ってみた。前回作った旗の時からイエローマンのスキルが上がった点といえばアニメーションが増えたことかな。お月様、雲、草、キャラクター各アニメーションをレイヤー分けして別々の設定を施す感じ。雲の動きはパーディクルで設定。最初はよく理解していなくて、草をレイヤーごと一つの設定にした部分もあるので単調な動きになってしまっています。手間をかければより自然な動きがつけられると思う。テキストの挿入は Adobe Premiere Pro 上で行いました。またね。